どうも皆さんこんばんは。ダウ9万井原涼也です。最近悩んでることがあって、晩ご飯が全然決められない。食べたいものとかがあんまり浮かばなくて、でその日はもう全然浮かばないから食べなくていいやって思って、今若いうちはいいんですけど、年取ってきたら晩ご飯食べないと体調崩すなと思ってやめようと思ってるんですけど、今回その解決策を用意しました。馬に決めてもらおうと思います。今回10頭料理の名前をした馬を用意しました。この10頭にレースをしてもらって、1着になった料理を晩ご飯に食べようと。そうすれば悩む必要がないので。題して晩ご飯ダービー、よろしくお願いします。まず1投目、カレーライス。カレーか。今日ちょっと昼カレー食べたからな。あんまり来ても嬉しくはないかなって感じですね。で、血統的には、父が東海帝王。まあ、ダービー取ってる馬ではあるんですけど、そう、東海帝王は日本ダービーを取ってて、そう、日本ダービーは晩ご飯ダービーと同じ東京2400m を走るので、まあ、適性はまずまず悪くないかなって感じですね。で、続いて麻婆豆腐。麻婆豆腐はちょっと結構味によりますよね。結構辛い麻婆豆腐はあんまり好きじゃないんだけど、甘い麻婆豆腐だと結構掲示板入ってきたら嬉しいかなって感じはありますね。ジャングルポケットもダービー勝ってるんで、晩ご飯ダービーとの適性は高そうですね。続いてカップ麺。まあカップ麺来てもまあ別にいいけど、わざわざ晩ご飯ダービーやってんだからちょっといつもと違うもん食べたいっていうのはまあありますね。まあでも全然いい、全然いい、全然カップ麺でも、今日の晩ご飯はまあいいかなってぐらいの好き具合なんで。続いて松屋ですね。まあ、正直一番来てほしいのは松屋かなって感じはありますね。結構今日松屋の口だなっていうのは思ってて。で、続いてビーフンですね。もうビーフンはもう父がキングカメハメハなんで、もう言わずと知れた大種牡馬、キングカメハメハなんで、まあ上位には入ってくるかなって感じなんですけど、その料理としてのビーフンを見た時に、僕相当ビーフン好きですね。優勝候補だし、来ても嬉しいって感じです。続いてシーザーサラダ。まあちょっとさっぱりしてる、晩ご飯にしてはまあシーザーサラダだけっていうのはさっぱりしてるけど、まあ最近野菜あんまり食べてないんで、まあこれを機に野菜食べるっていうのもまあ悪くないかなっていう感じがありますね。父グラスワンダーも晩ご飯ダービーに対する適性はありますね。続いてお豆腐ですね。もうこれはもう単純で、見た目が白かったのでお豆腐と名付けましたね。結構お豆腐の父はあんまり有名な馬ではなさそうなので、実力の面ではまあ厳しいかもしれませんけど、結構見た目が白くてお豆腐って名付けるの思いついたんで、結構気に入ってますね。で、続いてガパオライス。ガパオライス、まあ買って食べるのはいいんですけど、この近所の店にガパオライスがなかった時に作るのが嫌ですね。作り方が全然わかんないんで。父は大和メジャーで、まあ晩ご飯ダービー 2400m にはちょっと距離が足りないかなって感じですね。続いてたらこパスタですね。もうたらこパスタはもう見て分かる通りにもう超良血ですね。お父さんがディープインパクトで、母父がもう黒船。もう間違いなくたらこパスタも晩ご飯ダービーに対する適性は高いでしょうね。まあでもパスタってもう僕もう一人暮らし始めて6年経ってるんで、もうこんなに一人暮らししてるともう家で食うパスタに対する感情なんてもう何もないですよね。もう別に食ってても食ってないのと一緒ぐらいの気持ちで食べますね、もうパスタなんて。で、
吉野家ですね。まあちょっと牛丼2個入れるのはまあちょっとズルなんじゃないかっていうのも僕の中にはあったんですけど、結構牛丼食いたい、牛丼が食いたい口で今日は結構。結構牛丼行きたいなっていうので2個入れちゃいましたね。全然来てほしい。で、チチキングヘイローで、このままヘイローの 3×4 のクロスができてますね。この父方の血と母方の血で、同じ馬がいるんですね。で、この 3×4 のクロスができると、結構そのクロスができた馬の特徴を引き継いで生まれることが多いんで。まあ、ヘイローって結構確か短距離馬だったはずなんで、晩御飯ダービーの 2400m に足りるかっていうのは結構不安視される部分なんじゃないでしょうか。では、東京競馬場芝 2400m、井原遼也の晩御飯を決める戦い、晩御飯ダービー、始めます。スタート。それぞれの思いを乗せた優駿たちがここにそれ集ぞれ結しのました。思いを乗せた用優意さ秀れたた舞ち。台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発ビー走フンでを3す。枠か。スタートしましいた。け。横一線、綺麗なスタートおお、を切りましスた。タさあ、ート花をで奪うののはどの馬でしょう違いはか。ないか。吉野家、みんないい前スターにト切っ1た走ぞ。です。タラコパスタ、それに続いていあ、ま吉す。野そ家とれにタラはコパスタ松屋、が7先番、頭をガッパオライス。先頭についそての後る。ろ、松屋、先手を取りました。カレーライス、お、なんそかれに牛続い丼ていまがす。結そ構の隣いいに位置カッついプてるな。麺、牛そ丼のコン外ビからが。チーザーサラダ、内からはそこ麻から婆シーザー豆サラ腐、バ。その後ろに麻婆ビー豆腐。フン、最後方にポトフ、各馬ああ、お鮮や豆腐かなが白最の高峰上をだ。かけていきます。もう一度やっぱり先ちょっと頭厳に戻しいりましょか。う。この辺りで各馬名第前1とかコー見ナーたを目だカーけブでし選んてじゃったけ第2ど。コーナーに向かいました。お4豆番腐頑張っ松てほ屋、しいけど先な。として先頭、お、リー松ド屋はが先1馬頭。身から2馬身、これいいによ、続そいのてままガッ松パオ屋。ライス、カ先レー頭でラ行っイちゃっス、てもいいすよ。ぐ後全然ろ食べたそい。の後ろにタラコパスタ、並んあ、で5番カカップレーラドイス、麺、タラコパシースザータ。サラダ、あ、このどれで馬ももいいこのな。グループ、マジ1000で。メートルを通過、ここまでほぼ平え、均ペース、松屋展カ開レーにライス、影響タはラなコさパそうスでタだったす。らどれ先で頭もかいいらぞ、最本当後に。方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。麻婆豆腐、そのうちあ、になん続いかてい同まじす。色のそ馬のが外固にまっ吉てて野わ家、かんねその後ろにお豆腐、しんがえ。おりから豆腐がビ後ーフ、ろってことし前かわのかん方ねえ。からもう一度見ていきましょう。4番松屋、松前屋としね。て先いいよ、頭、松屋。リードそのはまま行っ1ち馬ゃっ身て。から2馬身、ガッ松パ屋オいいライよ。ス、それに続きガまッす。パオライ各ス2馬大着。きい気をうわ、通過。ガッパオさあライス先が2頭着をに追つけってそしるてわ。4番松屋、ガッパオ2ライ番ス手来たはらガッパわオかラんイねえぞ、ス、作り3方。番手、カレーこライのス。辺りで後続がおお、ぐん先ぐん頭来た、追い先上げ頭来てきた。ます。4いコーけ、ナー松屋。カーブから松直屋逃げ線ろ。コースに向きました。松屋逃げ松屋ろ。先頭、松屋し先か頭。しその差はわずか。ここが踏ん張り踏んどばころ。れ、踏ん張れ、タラ松コ屋パ踏んス張れ。タ、手応えは悪くありません。あ、前をタラ捉コえパスらタれ来てるか。か。最後の追い比べ、先頭はタラコパあー、スタラタ、コパスタ来た。残り200メーわトルー、を通過しやっ、直て線でカタレーラコ、ライス、追お、い上げてきた。カレー麻ラ婆イ豆腐もス、来てる、麻婆豆腐も来てタる。ラコパスタ、タラコパスタタか、ラコパ麻婆ス豆腐タ、か、先頭だ。カカレーレーライスライか。ス、大あ激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。ー。どっちだ？カレーライスと松屋で最後まで競って、じゃ、カレーライスとタラコパスタで競ってたな。どっちだ？これは際どい勝負。どっちゴだ？ールどっのちだ？瞬間、もう一度 来 VTR でて。確認してみカまレーライしょう。ス。タラコパスタ。外がタラコパスタ。あー、タラコパスタ。あー、これはタラコパスタだ。うーわ。超絶接戦。あー、やっぱタラコパスタだ。うわ、すっごいレースだったな。タラコパスタとカレーライスの叩き合い、直線の叩き合い。で、麻婆豆腐も、あともうちょっとだけで、もうちょっとだったんだけどね。ほんと、鼻差の戦いだ。ああ、まあでもやっぱ、あれか、順当に、ディープインパクト産駒のタラコパスタが勝つか。松屋もね、序盤から中盤にかけて、ずっとレース引っ張ってはいたんだけど、まあ直線で沈んだな。ああ、で、10着がお豆腐か、結局。頑張ってほしかったけどな。井原遼也の晩ご飯を決める戦い。晩ご飯ダービー。晩ご飯は、タラコパスタに決定しました。はい、いただきます。完成。いただきます。ごちそうさまでした。